試合番号29番高崎商大附属金沢西の試合をロックピストで行います。高崎商大附属金沢西の選手監督はロックピストに入ってください。続いて30番の試合大垣南西間の試合を9ピストで行います。大垣南西間の選手監督は9ピストに入ってください。